越谷レイクタウンでイベントできてすごく嬉しいです。本当に皆さん来てくださってありがとうございます。みんなで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ふたみりあです。1階の皆さんも2階の皆さんも3階の皆さんも見えてるので、ぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。みりあ、井上理香子です。一部すごくもう皆さんの熱気が熱くてすごく盛り上がったなと思うんですけれども、2部はそれ以上に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでこの私たちフェアリーズはですね、今月5月の28日に8枚目のシングル「スーパーヒーロー」そして「ラブ・ミー・ラブ・ユー」もリリースさせていただくことになりました。皆さんありがとうございます。ですけれども、すごくかっこいい曲になっていて、私たちにとってのスーパーヒーローは皆さんだよという、応援歌になっているので、皆さんの背中を後押しできたらいいなというふうに思ってます。あとラップも、私が挑戦していますので、ね、よかったらかっこいいですよ。よくなさい、よくなさい。自分でこうラップやってますみたいな言うのも恥ずかしいんですけど、ね、毎回ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、やってますっていうお知らせです。はい、そうね、ラップもかっこいいんで注目ですよ。そうですね。そしてね、振りも結構キャッチーな部分が多くてですね、はい、左手がパー、右手がグーの、これを合わせた気合の入ったポーズ、これがスーパーヒーローポーズっていうんですけれども、曲の中で何度も何度も出てくるので、タイミングをこうだんだん分かってきたら一緒にやってくれたら嬉しいなと思います。そしてサビの部分で出てくる拳を上にガッと突き上げる振りがあるんですけれども、それは本当にみんなでやるとなお一体感が楽しめていいんじゃないかなと思うので、一緒にスーパーヒールポーズと拳を突き上げるところを一緒にやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして両演面のラブミーラブユーモアという曲なんですけども、この曲はすごく、明るくてガールズロックな曲調になっています。なので、うん、イベントとかライブとかでもね、盛り上がれるような曲なので、一緒に盛り上がっていけたらいいなと思っています。そんなラブミーラブユーモアなんですけども、はい、劇場版映画ゆうとくんが行くの主題歌に起用してもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、担当させていただくっていうのは初めてのことでね。そうですね、映画のスクリーンに、ね、そう、最後にフェアリーズって出るのが楽しみだね。その劇場版ゆうとくんが行くの前売りチケット付きの、の CD がイベント限定で販売されるんですけれども、はい、その CD には私たちの個人写真、生写真の直筆サイン入りです。はい、これはですね、もうイベント昨日、今日、明日の3日間限定のそうだね、はい、ことなので、そうですね、ぜひこのチャンスを自分のものにしてもらえたら嬉しいなと思います。もちろんね、私たちも見に行くよね、ゆうとくん。そうだ、見に行きます。そうだ、今日もね、ゆうとくん来てたってさっきリプでした。あれ来てたのかな、来てなかった。今日まだ会ってない。会ってないね。あれ、じゃあ昨日の写真か、昨日一昨日の写真だよ。でも可愛いよね、ゆうとくん。はい、ぜひゆうとくんが行く皆さんも見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、そんなね、ラブ・ミー・ラブ・ユー・モアなんですけど、振り付けの中に、はい、私と真宙とミーヤがウォーとかヘイっていうところでこうやってるんですけど、そこを一緒にねやってもらえたら嬉しいなっていうふうに、やってもらいたいと思ってるんですけど、なんか今もねやったら盛り上がるじゃないですか。そう、今日もグッズとか持ってきてくださってる方がいるから、周りにね邪魔がかからなかったらタオルやってください、ね、こう周り、あんま振り回すとこう周りショックってなるから平和にやっていきたいですね、ぜひとも。周りにちょっと気遣いながらなになっちゃうんですけども、でもよかったら一緒にやってください。ちょっと皆さん元気か、声聞きたいですね、今。お、聞きたいね。じゃあさあ、いやでもちょっといいですか。ここ、はい、
埼玉県じゃないですか。あ、そうね。やっぱ桃花かなって。出身のね。出身。出身の。ちょっとあんまやりたいって言わないようにしようかなとか思ってたんだけど、振られ、振られそうだなって思ってた。今日いや今日は埼玉だからね。そうですね。じゃあどうしようかな。じゃあいつも1回、2回、3回だから3回からいこうかな。じゃあ皆さん、3回の皆さん元気ですか。イエーイ。いや、心には届きました。遠かったからだよね。遠かったからだよ。もう1回行きましょう。え、どこ3回から。3回からでしょ。はい、3回皆さんお願いします。言い出してくださいね。3回のミス、まあ、大丈夫だ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 。3回の皆さん、元気ですか。イエーイ、イエーイ、イエーイ、聞こえた、聞こえた。マヒロが一番元気だ。マヒロぐらい、マヒロを超えるぐらい声出してくださいね。そうですね。じゃあ2回の皆さん、元気ですか。イエーイ、いいですね。それでは、それでは、1回